遅れちゃうんじゃないかなと。特に女性のね、あのそういう菜食兼備的な人はね、そう思っちゃいますね。すごい人はだって女医さんとかでもね、平気で婚活に入ってますからね、まあそしたらまた男性の方もこう、それだってね、そのまた特会引っかえになっちゃってる人がいるのかもしれないですから、まあ中にはこう本当に真面目にねやってる人もいるんでしょうけど、だから本当で、それに婚活なんていうのは本当に最初からやんない人もいるじゃないですか。そしたら身近っていうことになるんでしょうけど、そしたらやっぱり告白できない問題っていうのがあるんですよ。でこう口ばっかり良くて、あのこうで相手をこううまく次の人を水面下で見つけて、こうあのうまく別れてしまうような人が、それこそ羊の木ですよね。そういう人もいたり、だから本当に難しいです。だから本当にね、あの多様性とか言ってる場合じゃないし、自由とか言ってますけど、その中で自由とか多様性の中で悪人的な、あの不埒なね、悪いと言ってもいいような、うーん、行動を取る、考えを取る人がいたりして、表面上は善人のように現れてきたりしますから、うん、だからそこら辺も考え直した方がいいかもしれないですね。そういうので騙されちゃうっていうね、うん、男女ともね、うん、そういった面ではちょっと考えさせられる、うん、映画じゃないですか、うん、作品じゃないですか。まあ本当に、自分にとってのまっすぐとは何かっていう。だから逆にね、朝ドラのエールなんかはね、そこで苦労しますからね、自分にとっての正直とは何かっていう面でね、出演者たちがね、うん、まあそんな感じを受けましたかね。